はいどうも、6面セッションの6面と下地です。今日何ですか？ウーバーイーツ1万円分食べて喋ってみた。小ぶる伸びが悪い最近。そうっすね、生きていけん。どういいっすかね、最近動画全然伸びてないんで、うん、他の YouTuber の真似します。はいはい、真似します。すいません。はい、 こんな6面セッション見たくないっていう人もいるかもしれないけど、こうしかないんです。大丈夫だって、みんな分かってくれてるから。分かってる。俺らがどん詰まりなのはみんな分かってくれてるから、うん、大丈夫だって、うん、な。茶番は置いといて、まあ、1回ぐらいはやってみたいなっていう、やろうと思った理由なんですけど、今までの動画をちょっと分析してみたんです、僕なりに。はい、6面セッションいろんな企画やってますけど、はい、結局伸びてる動画全部王道。いや、そりゃそうよ、そりゃそうよ。で、最近そういう企画やってないじゃん。視聴者を選んでしまっている部分はあります。俺それは良くないと思うんだ。そうだね、うん、俺たちがやりたいことばっかしててもね。そう、それは良くないと思うんだ。出てくんなきゃ意味ないもんね。まあ本当僕たち老害なんで言わせてもらいますけど、はい、食って喋ってるだけの動画何がおもろい。まあ確かにね。見る？見ないかね。まあ、ちょっとだから僕らなりに手探りでやっていこうかなと思ってるところではあります。そうですね、新しい挑戦ですね。そう、これも。で、そもそも見てないから、みんな全部食ってんのか、頼むだけ頼んで食って喋って切るのいいところで終わりなのかもう知らない。いや、さすがに食い切ってるじゃない。さすがに食い切ってんのかな。でも細い女の子とかやってるよ。フェイクじゃん、あんな。高いなんか肉頼んで食ってんじゃない、うん、それで1万円分を。そっか、あ、そっか、 YouTuber ってお金持ちなのか。うん、 YouTuber ってお金持ちなのかね。そう俺らは1万円でどれだけ量食えるかなって。俺たち食べ物食うときグラムで考えるから。今日も撮る前にさ、たまには贅沢してるところ動画にしようよっていう思いつきで始めたけどさ、うん、鼻クソみたいな金でみんなやってんのか。本当はそれもケーキで落ちます。悔しいよと。まあ、なかなか老害の私たちですけれども、まあちょっとね、新しい動画もチャレンジしたいし、本当にこの動画をきっかけに他の動画を見て面白いって思ってくれる人がいたら嬉しいから。確かに。ちょっとやりたいなと思って。じゃあまず頼みますか。5000円ずつね。一ついいですか。はい。今ちょっと Uber Eats のアプリ開いてみたんですけど、はい、今配達してくれるお店が、はい、ドミノピザ1軒です。ここで視聴者の皆さんに謝らなければいけないコツが一つあります。タイトルにキラキラしたくて Uber Eats って書きましたけど、出前館使わせてもらいます。すいません、すいません、出前館しかないんです。出前館で許してください。多分許してくれました、これで。でもどうしよう、 Uber Eats ファンにさ、タイトル詐欺じゃんって言われるかもしれない。 Uber Eats ファンなんておるん？はい、ごめんなさい。じゃあ頼んでいきましょう。今回出前館です。ないんで。手数料って含まれるの？1万円の中に。僕たちは貧乏なので含みましょう。含みますか。込み込みの1万。頼みました。はい、どうします？待ってる間予習タイムにしときます。他の人の動画見て。そうだね、やっぱなるべくこの動画を気持ちいい動画にしたいからさ。そうだね、うん。今この動画を見れているあなただけに特別なお知らせです。なんと6面ステーションが3年ぶりにめちゃくちゃイケてるグッズを販売しました。そしてなんとこの T シャツ、あの東海オンエアも大絶賛。手に入れられるのは今だけ。詳しいことは概要欄のリンクから。フォントリー T シャツ発売中。はい、ということで届きました。届きました。いいんですか？いいの？こんなことにしちゃっても。いいの？これ食べて全部いいの？簡単に紹介しますか。僕は今回ですね、お寿司とマック頼みました。おお、お寿司とマック最高や。最高よ、最高や。で、俺はママヤのニンニクチャーハン、中華ね。そういいね。ワッフル。これ何？これワッフル。うまそうすぎる。ワッフルです。とあと透明な缶に入ったコーヒー牛乳とレモンティー。おじさんわかんないです、そんなおしゃれな飲み物。透明であればあるほどウケるから。今、あ、そうなんだ。透明です、透明です。え、じゃあ食っていきます。はい、食べましょう。やばい、こんな盛り上がる企画なんだこれ。心が踊ってるわ。文句言ってたけど。いただきます。これがベスト出前館ですか？これ、このニンニク半端に
うん、まお前の部屋がさ、めっちゃニンニク臭い時っていつもこれ食ってんの。そういうこと。あ、そういうことね。うまこれ。いやいいですね。あ、こんな楽しいんだ YouTube って。これが正解だった。これで生計を立てたい。できた、最高だね。マジでうめえ。これ最高だわ、ほんとに。うん、まぁ寿司は最高だね。働いてたよね、前。あ、寿司居酒屋で働いてました。あれ聞かせてやってくれよ、お前のまかないの話。あ、まかないね。うん、まかない、まあ、300円払えば自分で好きに作って食べれるんだけど、まあ、最初は自分で寿司握って、あとなんかアジフライ揚げてそういうの食べてたんだけど、さすがに飽きるじゃん。うん、まあ、そうだね。丼にご飯いっぱい持って、うん、好きなネタ、サーモンとエビと、うん、あのグチョグチョのマグロ、ネギトロ、そう、それそれとグチョグチョのマグロって言わないで。めっちゃいいやん。最高でしょ。最高の海鮮丼や。それ300円で食えるんでしょ。そう、300円で食えるんだけど、めっちゃいいやん。あと唐揚げを4つポンポンポンって乗せて、で、あとうずらの卵乗せて、マヨネーズと薬味いっぱいかけて、それを食ってた。お前バカ丼やないか。お前バカ丼食っとるやんか。お前それは、それがめっちゃうまい。お前アメリカの寿司屋やん。で、毎回食った後お腹痛くなるから食いすぎた。やばい、贅沢すぎるこれ。自分バーガー行っていいっすか。いいっすよ。サムライマックダブル肉厚ビーフ、いただきます。溶けちゃう溶けちゃう俺ねまあね、やっぱね、ジャンクフードって最高なんよ。寿命をすり減らして食う飯が一番うめえな。もう口の中でポテトもぐちゃぐちゃにしちゃうもん。で、食うじゃん。この客のいいとこ一回これ捨てて、そして、いや、こんなんさ、普通に暮らしてたらできなくない？実はめっちゃ画期的な企画だった。考えられてんじゃん。エビチリいただきます。あ、いいね、それめっちゃうまそう。うん、歯に挟まるね。まあ、コメント欄で書かれるのよ、うん、6面奥の歯なくないってないです。上に下3です。これない歯の本数ね。上はね、ちゃんとバランスよく、うん、2本ないんだけど、3の1の2なのよ。あ、じゃあ2がきついんだ。2がきつい。だから左で食っちゃう。うん、左の虫歯がどんどん進んでいく。左で食うせいで終わりやもう。歯あるうちにいっぱい食べた方がいい。そうですね。寿司食って、マック食って、チャーハン食って、やばい、マックニンニクチャーハンやばい。マックニンニクチャーハンやばい。飛ぶ飛んじゃう。マック入れた状態で口の中にニンニクチャーハン入れて、やばっ。これ伝わんのかな、動画で。マジでやべえこれ。ここらへんがもうぶっ飛ぶ。うますぎて、もうこれ以上ね、何食っても美味しいって感じなくなる。え、ってことはこのマックナゲットのマスタードソースをつけれるってことですか。はい。これは美味しくねえわ。卵とかマスタードに合うんじゃない。あ、まずい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 、食えたもんじゃね。まあ一応ちょっと同化企画じゃないですか。はい。最近さ、まあ私服ではないといえ、このメイド服を着ない撮影が2本3本あったじゃないですか。ありました。どうなんですか、気持ち的には。いや、もう最高ですよ。もう正直言って、うん、メイド服本当に嫌だ。本当に嫌だし、引きこもりを加速させてるの、うん、このメイドがね。いや、俺も人とも喋んなくなっちゃって、うん、どん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 暗い人間になっている俺は。あの、感じてます。ああ、そうだ。じゃあ俺も一個あって、
前に話してない話が、うん、結論言うと、うん、ファンカーゴで事故った。え？とは言いましたけれども、うん、8月ぐらいだったんだけど、声優にさポケモンカード買いに行ったのよ。右折待ちをしてたの俺はね、うん、俺待ってたのよ、ブレーキをして待ってて、そしたらあの急に向こうのあのなんていうの、バックするときにつくライトがついて、うん、コツンって立って、うん、でかい段差乗り越えたぐらいのさ、たまにあるよ車で間違えちゃったみたいな、あれぐらいの衝撃がドーンってきて、うわーってなって、でも、ね、もちろんね、そう見えてもさ後ろに車おるから下がれんし、俺は何もできんかったわけよ、うん、ぶつかったわと思って、とりあえずもう車降りて、うん、とりあえずファンカーゴのね前の部分確認して、うん、まあ、奇跡的に無傷だったんですよ、うん、それはすごいよくて、絶対あいつがぶつかったのよ、うん、なんだけど降りてきたら、うん、細ヤンキー細ヤンキー来て、うん、白いピチティー、うん、アームスリーブ、うん、あの銀縁のヤンキーしか描けないフレームのメガネがあって、うん、うわもう終わった怖いわーと思って、したらあーぶつかったねーみたいな、そのテンションで来るんだって思って、なんかもういろんな感情で頭真っ白になっちゃって、どうしたらいいんだろうって、俺一人だったからさ、もうパニックになっちゃって、ただファンカーゴのバンパーを見て、そのヤンキーが割れてるように見えるけど元からそういうバンパーだよっていうバンパーなの、ファンカーゴはね。それ見て、おうバンパー割れちゃってんじゃんって、お前がぶつかってきたのにそのテンションなんだって俺は思ったんだけど、そうで、とりあえずまあ傷はなくて、で向こうも確認して、あのドラレコとかないから、で多分向こうもなかったんだよ多分、とりあえずじゃあ警察呼びますかってなって、でしたら、あいいけど相手しないよって、だって証拠ないからね、傷もないしって言われて、そうやってくるんだ。で俺もなんかもう泣きそうになりながら頭真っ白になっちゃって、いやいいよ、やるなら徹底的にやろう、やるなら徹底的にやろう、めっちゃ早くして詰めてきて、俺は死んだと思って、うん、めんどくさいし、もう傷ないからいいやと思って、もうその場を乗り切りたすぎて、怖いし、もういいですって言って、でしたら最後捨て台詞みたいな感じで、うん、お前いいけどぶつかったのお兄ちゃんだから気をつけてねって言われて、はぁーみたいな、え怖っ。まあちょっとね、まあ今のところね、ファンカーゴにも何もないし、現段階で傷もないんで、だからちょっとドラレコ積もうと思って、だからみんなこの動画いっぱい見てください。お金欲しいんで、安全のためにちょっとね、大切に乗りたいんで、ちょっとドラレコ考えてます、搭載を。まあ、しょうがいいですよ。そうですね、免許取りなよ。あ、免許取りたい、免許合宿で取りたい、やれるって聞いたから。だから一緒に行ってくれる人探した方がいいよ。そうそう、うん、だってさ、女の子の立場になって考えてほしいんだけど、うん、免許合宿行くじゃん、一人で来てるメイド服で赤髪の男、声かけますか？かけません。ですよね。はい。だから俺はメイド服脱ぐまで行かない。ちゃんと自分の服着れるようになってから合宿行こうと思ってる。ならささっと免許取ってカーセックスした方がいい。お前だって免許取るのが目的じゃなくなってるじゃない。そっか。免許合宿で大学1年生とか食べたいと思ってるんでしょ。バレバレ。ダメダメ、そんなんじゃ早く免許取れ。じゃあちょっとごちそうさましますか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー惜しかった、腹パンパン。ちょっとまあもう全部はさすがに無理でした、すいません。残ってる分はちゃんとあの冷蔵庫に入れて、僕たち貧乏なんでちゃんと全部食べる。いやでもあのあれだね、マックとニンニクチャーハンやばかったね。まあそれだね、うん、それがもう最強すぎ、ここら辺がバーンってなる。はじけたわ。ということで、まあ、どうでしたか皆さん、あの僕たちがあのちょっと尖った感じで最初始めましたけども、面白かったですかね、どうだろうね、うん、また見たいよっていうご意見があれば、贅沢したいんでまたやりたいと思うので、ぜひあのコメントに書いてください。よろしくお願いします。ということで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。